テルミン奏者として6年ぶりに舞台に上がった竹内正美さん。この動画では復活のライブショーまでの道のりを振り返ります。2016年のクリスマスコンサート出演中に脳出血を発症した竹内さん。一命は取り留めましたが、右半身に麻痺が残りました。まあ、テルミンというのはとても動作に敏感に反応するので、麻痺した手でテルミンの演奏をするというのは難しいだろうなと思いましたね。私がやらなくても私の優秀なお弟子さんがやればいいというふうなね、自らがテルミン演奏をやるということを諦めていた部分もあったと思います。テルミンの演奏家としての道を諦めかけましたが、2022年1月大きな決断をします。思い切って右手と左手の役割を入れ替えた、まあ、左弾き奏者として取り組んでみるってことを始めたんです。テルミンは音階と音量を左右それぞれの手で制御して演奏します。竹内さんは音階を利き手である右手で、音量を左手で制御していました。新たな取り組みでは微細な動作が求められる音の高さは健常側の左手に担当させ、音量であれば麻痺が残る右手でも制御できるかもしれないと考え、右手と左手の役割をスイッチしたのです。ただ単純に右手と左手の役割を入れ替えてるっていうことに加えて、やっぱりこの麻痺してる手を使って音量を制御するっていうのが本当に難しくって、もうノイローゼ一歩手前ぐらいまで追い込まれましたからね。本当にできなかったです。長年テルミン奏者として演奏してきた竹内さん、左右それぞれの手には以前の演奏動作の記憶が残り、右手と左手の役割を変えての演奏は困難を極めました。それでも歩みを止めませんでした。復活のライブに向け実践感覚を取り戻すため、浜松市内でミニコンサート出演を重ねました。麻痺しているから音量制御が思うようにはできない、これが一番の課題だったんですけど、麻痺している手を使うということが健常側の左手のピッチの方にもとても悪影響を及ぼしてしまう、これに相当悩み苦しみました。右半身が麻痺になってから続けてきたリハビリ、テルミンの演奏を意識して行うようになりました。左手でやるっていうふうにもう舵を切った時から強いモチベーションが生まれたんだと思います。まあ、そこから本当に本気になって取り組み出したので、なんか私の体もやっということを聞き始めてくれたんでしょうね。入院して最初来れた時は全く動けなかったですよね。装具を使ってなんとか歩けるようになって、そしていろんなリハビリテーションをやっていただくことで手の動きもですね、随分改善したんじゃないかと私は思います。テルミンって整備な動きを求められる演奏なんだと思います。なんとか動くではダメで、いかにリラックスした中で動くかっていう練習が必要だと思っています。体幹だったり下半身というものが鍛えられて、ある程度無意識に制御ができるようになったのかと思ってます。そして NHK 番組のサウンドトラックにテルミン演奏で参加、左利きのテルミン奏者となってから初めての収録音源となりました。脳出血で倒れ6年ぶりにテルミン奏者として臨むコンサート、復活のライブショーと題されました。
ステージへ向かう竹内さん。今本当にこうとっても大雑把で自己落ちなくて不器用な手です。麻痺した右手を使いつつも、かつて私が右手で弾いていたのと同等の演奏水準をまずは目指していきます。近づけると思ってます。